中山停留場は、高知県阿川郡猪町枝川にある土佐電、交通猪線の路面電車停留場。中山停留場は1908年の開業。猪線の構内枝川間の開通に際して、設置された。1943年に一度休止されたが、6年後に営業を再開している。停留場名は、休止前に一時、中山通を名乗っていたともされる。 乗り場は2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むような配置をとる。互いの乗り場はハス向いに位置し、東に井の方面域の乗り場、西に張馬や橋方面域の乗り場がある。井の方面域の乗り場は、道路上に白線を引いて示されるのみ。新高住宅地が広がり、並走する国道33号沿いには両半店や商店が軒を連ねる。 ABCD 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳十一中国四国、新庁舎、二千九年、六十ページ。ISBN 九百七十八から四から十から七十九万二十九から六 ABCDE、土佐伝鉄が走る街混弱九点一5六から百五十八ページ、上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶三四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道。2013年、42.94ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶三 全国鉄道事情大研究四国編、創始者2007年289ページ、ISBN 978から4から794216151、土佐電鉄が走る待ち着尺48から49ページ、ありがとうございます。